カリガ五人男は、江戸時代、元六年間頃、大阪で、乱暴老関を働いて、領民を苦しめた五人のならず者。すなわち、カリガネ分七、伊予の平米、補定の一江門、極印千江門及び雷小苦郎。カリガネ分七は、奈良山地公や、カリガネ七兵長男。検挙が始まると一時、摂州星川村の叔父三郎兵法へ退き、 再び大阪に帰り、元六十四年六月十九日飯取られた。佐渡島町備前や某河海遊女清流との上司は、狂言の好材料となった。幾玉寺町消防寺に墓があるという。元六十四年六月六日夜、大阪南田から久島地川地屋の飯塚い騎兵と、三木屋の下人五郎助が、西、横堀を通りかかると。 平米が突然喧嘩を吹っかけてきて、そこへ、一右衛門が現れ、両人に相口により、重傷を負わせ、金品を強奪した。被害者は、西町奉行、松の川内守女儀に訴え出て、同類の飯穂となり、翌元六十五年八月二十六日、獄門にかけられた。歌舞伎、人形上璃に客職された。実は、上の五人の他に、 買いたての吉右衛門及びトンビカン右衛門をも含む七人が一味であった。しかし、これを五人男と称するのは、元六十五年に道頓堀で獄門に処せられた時の人数が五人であったからで、吉右衛門及びカン右衛門の両名は銀味中に老子を遂げた。彼らは喧嘩や五郎右衛門、三ツイン樹兵など当時、同類の部来館に対抗し、大阪市内で異性を振るい、 必修、脇差し帯び、喧嘩、略奪をこととしたが、人を殺害したことはないという。謙虚、獄門問となったのは、その悪行のためというよりもむしろ町奉行が、イ来ンの総当を実行したために、一斉処罰されたものであるという。ありがとうございます。